ステージ始まりました。マツモトザイラカのステージ。多くの生物でオスとメスは1対1であると言われています。これはフィッシャーの原理とも言われるものなのですが、かつて男32人に対して女1人という島が存在したというのです。え、じゃあそれ知ってるわ俺。え、なんか映画かなんかにもなったやろ。これがあなた半事件、ご存知でしたか。あなた半事件。あなた半事件。え、何それ、ちょっとわからん。なんかギャグみたいな。あなた半。そうです、あなた半でございます。私半とあなた半。もう早やめろ。1944年の6月、第二次世界大戦の真っ只中、島には事実上の国策会社南洋興発の社員比嘉菊一郎とその部下の妻比嘉和子という沖縄出身の2人が住んでいました。はいはい。そこにアメリカ軍の爆撃を受け沈没した3隻の船に乗っていた海軍兵士、島に居合わせた陸軍兵士ら男31人が加わりました。多くが10代から20代の若者でした。男たちと離れて暮らす方がいいとの状況判断からか、2人は夫婦として男たちから離れて同居していました。あ、実際は違うってこと。そうなんですよ。なんか本当はそれぞれに妻もいるし夫もいるんですけれども、うん、だから上司と部下の関係なんですね、その菊一郎と和子さんっていうのは、うん、けど知らない男たちが31人来たことで、うん、一応夫婦としておこうっていうことになったような感じ。あ、身を守るためってことね。そうですね、うん、夫婦2人で暮らしてて、その男たちとは別で暮らしてますよっていう状況を作ったんですね、うん、でその乗り込んできた男たちも船ごとにそれぞれ集団を作って暮らしていました。そして1945年の8月終戦しましたね。それにもかかわらずこの島には誰も助けに来ることはなかったということです。この島の名前があなた半事件なんですね。言い忘れました。この島があなた半島っていうのであなた半事件っていうんですけれども、この島にはあの日本から終戦を告げる者が誰も来ずに忘れ去られていたようなんですね。やば。でそのままその菊一郎と和子で男31人は、まあ、どんどん食料もなくなる中原始人のような暮らしをして過ごしていたと、まあ、その三十何人もいたらほとんど食べるものもないわけです。そうな。でどんどん結構すごい暮らしを送っている中で、まあ、誰も本当に助けに来なかったのかっていうと、うん、この島にまだ日本人がいるっていうことを知ったアメリカ軍が拡声器を使って終戦したよっていうのを呼びかけてくれたらしいんですよ。ですがここに島にいた人たちは信じない。もうあ、そんなん嘘やみたいな感じで誰も信じずに誰も島から出てこようとしなかった。日本人がすぐ来たらいいそれやったら、そのアメリカの、それ敵から言われたらそれはおびき寄せ作戦みたいな、なまさか負けたわけがないみたいな感じでまだ島にいるわけですね、その人たちは。でまあそうこうしているうちに彼らは誰が今日和子と過ごすのかなどということから全員が家族をめぐって争うようになり、殺し合いまで。そういうシステム化してたってこと。おそらくそうなんです。え、守ってたんじゃない、いきなりやん。その夫婦って名乗ってたんですけど、多分もうそう原始人みたいな暮らしになってるうちに食欲も求めるし、そういう欲望も求めるっていうことがあったのかもしれない。でも毎晩取って代わってやってたってこと。そういうことだったみたいですよ、日替わりで。まあ言ったらもうこの和子さん逆ハーレム状態だったそうです。でもうみんながなんか取り合いになってきて、どんどんあのその中で殺し合いまで始まったらしいんですね。でまずその夫婦役をやっていた菊一郎が変死を遂げる。その後和子は男たちのリーダーが選んだ若い男と暮らし始めましたが、その次に夫という立場になった人も変死をする。さらにその次の夫も同様に変死を遂げる。どんどん人が死んでいくんですね。でこれであの殺し合いに拍車がかかった原因が銃が2つぐらい見つかったらしいんですよ、うん、多分それまでは何もそういう武器とか持ってなくて、もう多分やるとしても殴り合いとかだったのが、もう銃を手にしたからもうちょっと頭に来たら撃つみたいな、じゃあもうすぐもう死んでしまうじゃないですか。そういうことから激化し始めてちょっと険悪なムードになりました。
え、でも仲間なんやろ全員。そうなんですよ。何それ。でもやっぱりそんなね、あの孤島でご飯もなくて何もない中で追い詰められていったら、多分もう結構精神的にもイライラとかもういろんなちょっと高ぶるもんがあったんじゃないかと。それ何年やってたん、そんな生活。これ、ね、6年やってたらしいですよ。そうなるんかな。なんか嫌やな、人って、はい、人間。うわ嫌やな、俺そうありたくないな。男性がどんどん変身を遂げていく中で、元凶は和子だと。元も悪いのはもう和子ちゃん。元凶やろ。あ、ええ、元凶っての願ってない、ちょっとお前今日を願ってるやん。元凶は和子だというふうな雰囲気になってきて、ちょっと和子は、あ、これちょっとやばいな、私が次殺されるかもしらんと生命の危険を感じて、ここでアメリカ軍に降参、私はもうあのちょっと降参しますんでみたいな感じで出て行ったらしいんですよ。で保護されてっていう。でこれをきっかけに男たちも救出され、今までね島にみんなでもう閉じこもってたんですけども、みんながこう救出され始めて、ただ32人いた男のうち最終的に20人にまで減少しており、13人ほどは行方不明やもう変死を遂げたっていうことでいなくなってしまったと。でこの事件についての公式な記録はほとんどなく、島から生き返った男女の証言は微妙に異なっていて、本当は島で何があったのか、どういうことが起きてたのかってはっきりわからないそうです。やっぱりだって思い思いに、まあ、自分の都合のいいこと言ったりするわけじゃないですか。そうやな。そういう中で本当は何があったかわからないんですけれども、男たちの中に女が一人いて、なんか殺し合いしてたでみたいなことが、その当時のメディアがセンセーショナルに取り上げて、一連の怪事件はその後大々的に報道され、日本国内ではあなた半ブームとなり、女性のこの和子さんですね、ブロマイドが売れたと。なんか写真が売れまくったらしいです。その後も和子さんは男を惑わす女として報道され、大衆に好奇の目でさらされ、映画化までも行われたと。ネムさんがおっしゃってた映画化されたやつですね。でこの事件では男が女を支配するのではなく、女王蜂のように彼女が男たちを支配するようになったということから、あなた藩の女王事件とも呼ばれるようになったということです。二宮さんがちょっとあの精神的に、あーちょっと参ってしまう。いやなんかな、その俺もそういう立場になったことがないから、その何とも言われへんねんけど、やっぱなんかこう人間って環境で変わるんやなと思ったら、なんかこう虚しくなったね。まあこれは男として、あ男としてね、はい、そのあ誰でもええんやっていうことやん、これって。そういう孤島の中に女性が一人だけいるから、すごい存在やってみんなで取り合うみたいなね。そう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 。いや、6年やろ。でまあ壮絶な暮らしをしてるわけやん。はい。まあみんな一丸となって仲間意識持ってやってると思いきや。そうです。女をめぐって男たちが争うことになってしまったという。で殺し合いやろ。はい。いやこれはね、絶対にやったらあかんことやと思うね。そのまあ。なんとかなったはずやねん、絶対に。それも仲間やねんからさ、なんとか生き残るために一生懸命やってる状態やん。それをさ、自分のものにしたいっていう欲望が独占欲やろ。それで殺していくってことやろ。はい。いやね、ちょっとっていうような、あのちょっと本当に衝撃的な、これは実際にあった事件ということで、あの驚きました。まあ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 昔やから、やっぱ今と文化も価値も違ったりするけどですね。ちょっとショックやな、これは。自分しっかり持っていこうと思いました。過酷な状況にさらされても見失わないように。そう、見失わずに、なんか自分の信念っていうか、そこを美学として、しっかり生き抜きたいなっていうのは感じるね、ちょっと。そうですね。そのほんまに殺すっていうことだけは絶対にしたらあかんからな。いくら何を引き換えにしても殺すっていうことは絶対にやったらあかんと思うし、あーショックやな、この事件は。俺内容は知らんかったよ。なんかもうなんか下品やったから嫌やって、そのテーマがさ、はい、映画のなんかこうプッシュの仕方も、はい、なんかこう30何人の中に女一人みたいな、なんかポスターみたいな見たけど、はい、なんか下品やな思って、ちょっと見んかってんけど、あそういうことなんやだった。そうですよ。そう、まあ、もうこんなとこで知るとはな。
そして私もなんか二宮さんがまさか知っているとは思わなかったので、だからこういう展開取り合いになんやろなっていう展開が読めるからあれやったけど、実話でなおかつ13人死んでる。はい、ダメダメダメ、ほんまにそれはダメです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、あのこんなん持ってきたらあかんで、あの心霊やろ。あ、やらなあかんの。この心霊じゃないやんこれ。ちょっとね、あの事件たまにやるじゃないですか、未解決事件とかも前もやってたりしたんで、そういう事件なども取り扱っているものですから、ちょっと今日衝撃的な事件を知ってしまったので。いや、もうこういうのは良くないと思うで。でももうなんか自然にできた人体実験みたいな感じやから、これ。あ、確かに。その人間を島に閉じ込めたらどうなるのかみたいなことですか。そう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 、結構だから、あの俺も知ってるからさ、実話を元にしたさ、あのそうじゃないけど、S やったっけ。 S って何ですか。 S じゃなかった、知らんかお前。はい、え、あのなんか人体実験ですか。あの精神的な実験、あの心理学の実験で、知らん。 S だったと思うで、なんかあのただ普通の民間人を募集して研究のために、はい、ほんで、A チームは、一つのグループはあの刑務所の教官役をしてくれって言って、はい、もう一個は囚人役をしてくれって言って、でこれで環境で人は変わるのかみたいな感じだと思うのよ。あの自分の役柄で変わっていくのかってなったら、だんだんほんまにその役柄を演じ始めて、あ、最終的に、まあ、殺人まで至るみたいな。すみません、あの S っていうのは分からなかったですけど、なんか授業で習ったような、その本当に自分はもうそういう、だから今日なんていうんですか、警察役になった人は、そうそう、ほんまに警察やと思ってる。でもすごいそういう気持ちになるっていう、囚人の人はそういう気持ちにどんどんなっていくってやつね。知ってました。集団心理的な感じだったかな。ほんでそこに、あの映画は実際とちょっと違うのかな、それは分からんけど、その募集してるっていうから、記者かな、ジャーナリストが潜入する感じで行くんやけど、はい、あの確か囚人役やったかな、なんかそれでちょっとおしっこかけたりとか、あの囚人に対して鼻骨折、あのボコボコにして鼻折れてるのに口縛ってとか、口縛ったらどうなると思う、もう死ぬわけやんな、鼻折れてたりとか。ほんでそのそれを察知したその研究員の女性が来んねんけど、レイプされるとか、もうなんか ボロボロなって、あの警察が突入する事態になって、だから最初なんか教授とかはそのまま放置っていうか、なんか止められへんみたいな、なんかこうもうちょっと見たいって言ったから忘れたけど、まあ来るのがとりあえず死人が出てからやから、発生したのが被害が結構大きくなってから警察があの入る事態になって、まあえぐい実験やったなと思って、それ思い出した。だから今回これでその話によってちょっと私もなんかもう落ち込みましたね今。そうやろ、だからまあうん、まあ人は怖いよ。そうですね、だからほんまに怖いのはそういう人やなっていうのがよくわかります。その人って追い詰められたら何をしでかすかわからないっていうことですよ、本当に。そうや、まあ、追い詰められたとかじゃないと思うよこれは。でもでもそうです、環境で変わる。人体実験も究極の環境に追いやられた時に人はどうなるかっていう。ああ確かにな、あるでしょう。まあ、そのほんま環境やで、環境と集団心理とかそっちやと思う。だからなんかまあ俺もほんま自分しっかり回そう。ちょっとこれアフターで喋りすぎましたね。この辺りでそろ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 お伺いいたしましょう。はい、失礼いたしました。怖い動画漁りまくり掘ってこって作られたチャンネルこぞって集まる胸刺さるコンテンツどこ一つ見出したら止まらない方向恐怖薄れるやり取りぶっこむ突っ込むホラーは関西から、番組構成に方向性ガチ検証に交互戦、心霊的よそからの絡まる下に絡まわる肩にはまらぬ語録は夜ぬかじさに、そして現象世に出す代理人編集もこだ